バトラ君、これで開けてもらえる？そのくらいのこと、ケンジさんを信用しても。警察が来るまでそっとしておかないとダメよ。勝手に触ってどういうつもり？せっかくの現場証拠がおかしくなっちゃったらどうするのよ。マリア、うん、これで第8の番まで終わっちまったな。第9の番って何だったっけ？第9の番に魔女は蘇り、誰も生き残ればしない。そっか、これで黄金の魔女ベアトリーチェは復活するんだ。そしてなんだ、最後の第10の番。第10の晩に旅は終わり、黄金の里に至るだ。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるんだよ。もうすぐ魔女は蘇り、誰も生き残れば死ぬ。俺たちはこれから死ぬのか、それともこれで生贄の儀式は終了だ。何が俺たちのためだ。俺たちは今日一日犯人を見つけよう、事態を打開しようと散々頭をひねって、何も至りなかった。バカの考え、休むに似たりってやつだ。そうさ、俺たちは今日一日ずっと憎悪と疑心暗鬼で自分を焼き焦がした。死んだ人間しか信用できないって言って、わざわざ3人の死に顔を
黄金郷とやらにたどり着けるなんて。大丈夫だよバトラー、マリアといれば大丈夫。魔女はとても気まぐれで、時に面白半分に人間を殺すかもしれない恐ろしい存在だけれど、でもマリアと一緒にいれば絶対に大丈夫だから、怯えないで。ありがとうな、気休めでも嬉しいぜ。ありがとう、源氏さん。ここまでで結構よ。あなたも今日は休んでください。かしこまりました。これで休ませていただきます。おい、ローザおばさん、この状況下で源氏さんをたった一人で過ごさせるっていうのかよ。そうね、とても危険なことだと思うわ。でもならなぜ彼は無事なの。彼は三人が夏姫姉さんの部屋へ向かった後、ずっと一人でいた。なのに無事だった。狼と羊のパズルよ。最も弱い立場となる、孤立した羊が無事な理由は何？狼がたまたまいなかったんだろ？違うわ。それが羊じゃなかったからよ。源氏さんが、狼だって言うのかよ。彼は一人で厨房にいたそうだけど、それは証明不能よ。南條先生たちの死体を運んだり、ジョージ君たちを殺したりできたのは、彼かベアトリーチェだけなのよ。待てよ。その論法じゃ、誰だって。バトラ様、お気遣いをありがとうございます。私は、信頼を勝ち得るのは常に、百の言い訳ではなく、たとえ信頼をいただけなくても、私は最後まで誠実でありたいと思います。源氏さん。なら決まりね。あなたが本当に無実なら、それは明日やってくる警察が証明してくれるわ。だから、それまでの間、あなたを疑いから外すわけにはいかない。長年、後ろ宮家に仕えてくれたあなたにこんな仕打ちをするのは本当に心苦しいんだけれど、今夜は分かってください。そして明日になったらもう一度仲直りさせてください。今日も明日も私は後ろ宮家の使用人であり続けます。ご用がありましたらいつでもお申し付けください。それでは失礼させていただきます。
お、なんだ、これ。大丈夫、戸締まりに問題はないわ。この部屋は安全よ。謎解きは進んでおりますか？もうじきあっさり時間切れ。第9の番はもうじき始まります。おお、バトラー、それは？ああ、今ここに来たら置いてあった。どうしたの、マリア？バトラ君、その手紙は？いや、その、ここに置いてあったんだ。どうしてだよ。この部屋はちゃんと戸締まりをしていたのに。どうしてだよ。どうして？マリア、いらっしゃい。バトラ君、あなたを狼だと断定するわ。どうして？私はこの部屋にたった今帰ってきて、そのテーブルの上に何もないことを見ている。そしてマリアがそのテーブルに近づいていないことも知っている。わずかな時間よ。でもこのテーブルに近づき、そして手紙を見つけたと主張するのはあなただけなのよ。そんなのって、いや、めちゃくちゃだ。なんで俺がこんなものを置くんだよ。おいおい、俺は不審なものを見つけて報告しただけだぜ。なんで俺が疑われるんだよ。あなたにしかその手紙をそこへ置けないからよ。そう、これは自作自演。あなたが懐から封筒を取り出し、たった今見つけたかのように振る舞った。密室の中に魔女が入って手紙を置いていった幻想を作り出すためにね。バカ野郎、またそういう考えなのかよ。そんなことで俺まで疑うのかよ。いい加減にしろ。俺は親父たちを殺されてるんだぞ。そんな俺がどうして犯人の片棒を担がなければならないんだよ。そうね、たとえ莫大なお金がもらえるとしたとしても、そんなことで肉親の命を切り売りできるような悪魔がいるなんて信じたくないわ。でもね、いるかもしれない。言い方が悪いわね。例えばバトラ君にとってルドルフ兄さんたちが親でなかったとしたら。何を言い出すかと思えば、親父は親父だろうが。確かにキリンさんと血縁はねえが、俺の姉貴も同然のお人だ。そこだけは聞き捨てならねえぞ、この野郎。やめなさい。ごめんなさい、言い方が悪かったわね。確かに後ろ宮バトラ君はルドルフ兄さんの子供かもしれない。でもあなた本当にルドルフ兄さん
さんの息子のバトラ君なの。何わけのわかんねえこと。俺がバトラじゃねえんなら誰に見えるってんだよ。ルドルフ兄さんも含めて私たちは6年ぶりにあなたに再会しているわ。あなたが本当に後宮バトラかなんて誰も証明できないのよ。あなたは本当は後宮バトラじゃなくて後宮家の財産をうまく騙し取ろうと紛れ込んだ何者かかもしれない。あなた自分が後宮バトラだとはっきり証明できる。今この場で。いい加減にしやがれ。俺は俺だ。後宮バトラだ。そこまで疑い出したあんただって本当に後宮ローザなのかよ。自分は自分だ。他の誰でもね。ああそうだな、あんたの言う通りだぜ。死体以外で信用できるのは自分だけってわけだ。そこまで言うなら反論させてもらうぜ。ジョージの兄貴たちが死んでいた夏代おばさんの部屋に鍵がかかってた。部屋の鍵はジョージの兄貴が持っていたんだろう。そしてマスターキーを持ってるのは今やローザおばさんだけだぜ。あの部屋に施錠できたのはあんただけじゃねえかよ。俺の推理じゃこうだ。あんたは真犯人と通じ合っていて俺たちの目を盗み5つのマスターキーのうちの1つをこっそり買って。そんなことしないわよ。ほらここに5つあるわよ。そんなの当てになるもんか。あらかじめ取り決めた場所に置かせて回収したかもしれねえじゃねえかよ。それにマスターキーが5個かどうかは疑わしいと言ってたのはあんただぜ。じゃああなたはその封筒をあなた以外の誰がどうやってそこに置いたというのよ。それが証明できない限りあなたが狼なのよ。うるせえ。ならあんたこそ証明しろよ。犯人はどうやってジョージの兄貴たちをあの密室で殺したと言うんだよ。どうやって施錠したと言うんだよ。全くにもってその通り。夏日の部屋も全く同じだぞ。いつもの通り扉も窓も内側から施錠されていた。いかなるイカ様も細工もなく、そして隠された通行手段もなければ隠れる場所もない。夏日自身の鍵はジョージのポケットに入って室内に閉じ込められていた。あとは5本のマスターキーしかないが、それは全てローザが持っている。ついでに言おう、その客間も同じよ。本来の客間の鍵は使用人室に封印されている。だからマスターキー以外では解錠不能。部屋の密室定義もいつもに同じよ。おいおい、容疑者はもう一人しかいねえぜ。それでもまだかまとと分のかよ、後ろ宮バトラー。うるせえ、てめえも黙ってろ。黙るのはあなたの方でしょう。あなた以外にどうやってその手紙を置けたというの。それが証明できない限りあなたは狼なのよ。俺が疑えるってんならあんただって疑えるぜ。あんたこそ証明してみろ。最初に部屋に入って戸締まりの確認だのを始めたのはローザおばさんじゃねえかよ。そして俺の座っていた場所に再び俺が戻るだろうことを見越し手紙、これはあんたの罠だって疑うこともできるんだぜ。どうして私がそんな罠を。私が狼ならこの銃で問答無用で撃ってるわよ。そんなのじゃ理由にならねえな。マリアの目の前で殺人ができねえか。うまく罠にかけようって回りくどいことしてるかもしれねえじゃねえか。マスターキーは全てあんたの手にある。ならここもさっきも全部あんたの仕業じゃねえかよ。言い逃れできるってんなら言い訳を聞かせてみろよ。そうさ、ローザおばさんは最初から怪しいんだよ。なんで親族会議の大人たちが6人殺されたのに
ローザおばさんだけが例外なんだ。なんでローザおばさんだけがあの礼拝堂にいなかったんだ。一つしか理由がねえよ。ローザおばさんが親父たちをあそこに招いて殺したんだ。クソクソ、それで全部説明がつくじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ、わけのわかんねえことを言うんじゃねえ。そうなんだよ、全部魔女のせいだったんじゃないかよ。鍵がどうこうとか、トリックだのアリバイだの、全部バカらしかったんだ。魔女の仕業なのに俺たちは同じ人間同士を信じ合うこともできなくて。なあローザおばさん、人間の犯人なんて最初からいなかったんだ。全部魔女の仕業だったんだ。だからローザおばさんが犯人のわけがないし、俺やマリアだって、そしてゲンジさんだって他のみんなだって犯人のわけがないんだ。どうしてこんなことに、俺はどうして大好きだったローザおばさんとこんなことの隣り合いをしてるんだよ。優しくって大好きだったおばさんとどうしてこんな罵り合いをしてるんだよ。なんでみんなで疑い合わなくちゃならねえんだよ。おばさんを疑ってなんかいないんだ。誰も疑ってなんかないんだ。全部魔女の仕業だったんだ。ベアトリーチェの仕業だったんだ。全部ベアトリーチェが魔法で行った事件だったんだ。ベアトリーチェ、頼むからここに現れてくれよ。そして自分が全てやったと俺たちに告白してくれよ。もうごめんだ、こんな疑り合いはごめんなんだ。だから俺たちを許してくれ、解放してくれ、互いの死を見届け合うまで疑り合わなきゃならない地獄から解放してくれ。俺に優しい親戚たちを、いとこたちを、返してくれよ。もう嫌だ、嫌だ、全部嫌だ。お前は確かに実在する。お前の勝ちだ。姿を見せてくれよ、ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。私はまだ生きているのか。あやつの儀式はあってどこまで進んだのか。時間的にはもうだいぶ進んでいなくてはならぬ頃だ。ベアトリーチェ、もう
うじきお前の微笑みに再会できる。死んでもいい。お前の微笑みがもう一度見られるならこの命は惜しくない。だから豪商だ、お前にもう一度会わせてくれ。そして愛を誓わせておくれ。私の罪を謝らせておくれ。ああ、だが逃がさん。お前は私のものだ。髪の毛の一本からつま先まで爪の赤すらも私のものなのだ。お前の肉一片までも全て私のもので、その亡骸の煮汁まで私のものなのだ。皆さん、今度こそこの手からこぼさん。お前を永遠に私のものにしてやるぞ。二度と逃がすものか、二度と逃がすものか。違う、私が言いたいのはこんなことじゃないんだ。ベアトリーチェ、頼む、もう一度会わせてくれ。謝らせてくれるだけでいい。ベアトリーチェ。お前が愛しい恋しい、私が間違っていた。お前が微笑んでさえくれれば他には何もいらなかったんだ。私が間違えた。私がそれを間違えて取り返しのつかないことをしてしまった。その償いに残りの全ての人生を捧げた。お前に詫びるために、私の罪を償うために全て捧げたんだ。頼む、私の死の際でもいい、せめてお前に一言謝らせて。ベアトリーチェ。私はクイーンを勧めた。とても良い妙手だった。お前には少々きつすぎるかもしれん一手だった。お前は駒を見捨てるか見捨てないかに悩み、ずっと悩み。
お前を愛している、ベアトリーチェ。誰だ？誰かと聞いておる。返事をせぬか。まさか、おお、まさか、ベアトリーチェなのか。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。鍵なんかかかってねえぜ。誰でも入ってきてくれ。そして自己紹介を頼むぜ。人間なら名前を名乗ってくれ。ベアトリーチェだってんなら3サイズを教えてくれ。俺はこう見えてもちょいと知られたおっぱいソムリエなんだぜ。源氏でございます、バトラ様。ふん、源氏さんか。悪いが、あんたのバストのサイズに興味はねえな。入ってくれよ。空いてるぜ。失礼いたします。あんたが俺に引導を渡しに来たのかい？そのようなことはございません。お邪魔なようでしたら失礼いたします。あ、はい、おい、要件も伝えず失礼します。じゃあ帰って。気持ち悪いぜ。何の用だよ。最後くらい好きにさせてくれ。バトラ様は死せる最後のわずかな時間をそのように怠惰に過ごされることをお望みですか？今さら何ができるってんだ。俺はいつだって死ぬ準備はできてるぜ。親方様と同じですな。本当にあなたは親方様の血を色濃く受け継がれている。あの豪傑なじい様が実はいつ死んでもいいと思ってたってのか。それは初耳だぜ。親方様の人生はいくつかの悲しい出来事の末、すべて食材のためのものとなり果てたんです。あんたは何を知っているんだ？ベアトリーチェ様の儀式も第八の晩までをすべて終えました。もうすべてをお話ししてもよいかと思います。なんだって。バトラ様、
親方様の書斎へご案内申し上げます。親方様たちに直接お話を聞かれるのがよろしいでしょう。じい様たち、おい、それは一体どういう。さあこちらへ。ご案内申し上げます。バトラ様。バトラ様、これよりバトラ様は理解できぬものを見るでしょう。脅すなよ。理解できねえもんなら今日嫌になるほど言ってるぞ。見えるものを見えるがままに、聞こえるものを聞こえるがままに、受け、なぜも、何も、何も必要ありません。バトラ様はただ真実を知ることになるでしょう。それをお認めになるか、お信じになるか、あるいは否定されるかも、すべてバトラ様にお任せいたします。鬼が出ようと魔女が出ようと覚悟はできてるぜ。本当にあなたは親方様の若き頃にそっくりだ。バトラ様、どうかご勉学にお励みを。あなたは将来必ずや大きな志を持たれるでしょう。そしてその時、足りぬ学力に一生後悔されることがありませんよ。勉学に勤しめる機会がもらえるならぜひね。親方様、源氏です。バトラ様をお連れいたしました。さあバトラ様、どうぞ。ああ入るぜ。親方様、バトラ様をお連れしました。バトラか。今思考が忙しい、しばし沈黙せよ。30年考えた。この一手をどう切り返すか。30年考えたぞ。楽しめ。30年を寝かせた我が一手を楽しめ。まことにこの一手は味わい深き熟成された一手よ。楽しい楽しい。叶わぬ叶わぬ。
これは何だってんだ。来たかバトラ。しばらく待て。金蔵のために沈黙。まだリザインは早いぞ金蔵。わらわならもう数手は切り返せる。源氏、バトラのために飲み物を振る舞え。この男によりふさわしき奴は何か。若き日より親方様が愛されている。いつもあれ、それがよいぞ。振る舞ってやる。よくぞ来たな後ろ宮バトラ。まずは座れ。そなたはわらわの名を何度も呼んだな。それに免じわらわとの面会を許した。そしてお前はわらわに何を聞く、何を尋ねるのか。黄金鏡の扉はもうじき開かれる。魔女たちを迎え入れてのわらわの復活を祝う宴はもうじきだぞ。それまでの間お前の問いにいくらでも答えてやろう。てえことは山ほどある。この島で何が起こった。そしてどうしてこんな事件が起こった。密室についても聞きたい。礼拝堂は、ジェシカの部屋は、シオニッサ、夏夜おばさんの部屋は、そして客間は。聞きたいことはまだまだある。魔女の正体は、本当にベアトリーチは魔女なのか。何が目的だ。俺たちに何をさせたい。俺をなぜここへ呼んだんだ。答えろ、すべてだ。やかましい。問えば答えは返るのか。そういうな金蔵。もろく儚い蜘蛛の巣もヘロデの王から守ってくれることもある。この世に無駄なものなどないように。無駄な質問もまたない。よいよい、すべての質問に答えようぞ。ただし条件が一つだけある。なんだ。すべてを聞き、わらわの存在に納得できたなら、ひざまずき、わらわの靴にキスをせよ。お前を屈服させたくてわらわはここへ呼びつけたのだから。わらわと金蔵は賭けをした。金蔵が次の手をひらめくのと、わらわがそなたを屈服させるのと、どちらが早いかだ。負ける気はせぬぞ。でけえ口を叩きやがって。ああいいぜ、俺を納得させてみろよ。お前が間違いなく魔女様で、不思議で素敵な大魔法を使えるってことを納得させてみろよ。屈服したならキスでも何でもくれてやる。よくぞ言った。さーて、どの問いから答えようか。すべて答えるぞ。さあ、まずは何からだ。Thank you.
どこなの？ベアトリーチェ！姿を見せなさい！ベアトリーチェ！せめてこの一つだけでも、これだけでも1000万以上の価値があるはず。もうすぐだね。もうすぐ黄金鏡の扉が開く。その気持ち悪い声で笑うのをやめなさい。ベアトリーチェはどこにいるの？ええ、分かってるわ。どこかにいるんでしょ？あなたは知ってるんでしょ？どこ？知らない。探さなくても黄金鏡で会えるよ。その笑いをやめなさい。私が笑いたいくらいよ。そうね、あれは間違いなく魔女だったわ。間違いなく魔女だった。私は分かってなかった。魔女を名乗る人間だと信じてた。違う、あれは本当に魔女だった。私はあんなのにごまかされないわよ。いるんでしょ？出てきなさい。姿を現しなさい、ベアトリーチェ！だからもうすぐ現れるよ。黄金鏡の扉が開かれるよ。それでよかったのだ。構わぬ。ルークを捨てるぞ。持てるものすべてを失う覚悟がなければ至ることもできぬキングがお前という女なのだ。追い詰めるぞ、ベアトリーチ。せめてクイーンと言え。ほう、なかなかに妙し。諦めの悪さがそなたの？いや、後ろ宮の地下。心地よし。実に優雅な夜だ。うわあ！親方様、ベアトリーチェ様、そろそろ宴の時間。もうか。早い。お前と過ごす夜はいつも早く。月がリンゴのように落ち、川もより跳ねる小魚のように日が昇るのだ。行こうではないか。時間だ。だて、バトル。わらわの復活を祝う宴の始まりだ。わらわの新しい家具。いや、玩具として紹介しようぞ。オレキレキの魔女たち。ベアトリーチェ様、お召し替えのドレスでございます。主賓はお前だな。ホストは私だ。私は先に出ていよう。着付けの手伝いにシャノンでもおればよかったが、あいにく残れなかったようだな。使いたい時にいつもおらぬ。つくづく使えんやつ。しかしお前はよく残ってくれた。憂
嬉しいぞ、我が友よ。ありがたいことです。よい、二人とも先に下で待て。源氏、ご苦労。そのドレスはそこへ置いていけ。かしこまりました。それでは親方さん、我らは先に行こう。エアトリーチ、後ほどな。うん。なぜわらわがそなたに肌を見せることを恥じぬかわかるか。そなたは家具だからだ。家具、わかるか。家具だよ、家具。家具に体をさらして恥じる者がどこにいよう。だからお前にわらわは恥じる必要がない。そなたは家具の分際でわらわに自らボタンを外させるつもりなのか。立て。そしてこのボタンを外せ。一つずつ丁寧、早く、美しく、粗相なく。客人たちを待たせてしまうぞ。早くわらわを着替えさせろ。丁寧に外すのだぞ。そなたの目玉一つよりも高価なボタンであるぞ。間違ってちぎるようなことがあったなら、代わりにそなたの目玉を縫い付けてやる。今宵復活を遂げましたる我らが黄金の魔女ベアトリーチェ卿のご入場でございます。皆様拍手をもってどうかお迎えください。ベルンカステル卿、これはようこそおいでよ。わらわの家具を気に入られたか。いい趣味ね。
悔しがってるのよ。違いないな。今宵はわらわのためによく集まってくれた。久々に古今東西の旧友たちが集う魔女の宴を存分に楽しもうではないか。さあ今宵を食い明かし、飲み明かし、すすり明かし、食いちぎり明かして、とことん楽しもうではないか。時計を見よ。終わりの時間と始まりの時間が溶け合う時を指すぞ。さあ魔女の宴を始めよう。さあ今こそ黄金の扉を開く。私を黄金鏡へ。